水谷水希はシンガーソングライターバイオリニスト、歌手、ユーチューバー。大分県大分市出身、幼少の頃から才能教育でバイオリンを学ぶ。バイオリニストでありながらも柔道初段と中学生社会科教員勉強を取得している。祖,祖父は音楽教育家・音楽家・児童演劇教育家の水谷式を水谷式夫での表記も多い。本名は 水谷四季男。王子はピアニストで音楽教育家、東京芸術大学名誉教授の水谷達夫。水谷豊主演で話題となった舞台、日の当たる教室に、バイオリン演奏の生徒役で出演。その後、藤見メンバーとして ABEX からメジャーデビュー。フィドル奏者、くぬぎ武博に指示。歌では、中島美香やボア等を手掛ける機器、鈴木亜美を指導する。 安原清のもとで研鑽を積む。2008年冬からイースで知られるゲーム制作会社日本ファルコムの楽曲をライブなどで演奏するシニバンド JDK バンドのバイオリン、コーラスを担当。同バンドの様々なライブやレコーディングに参加していた。2018年1月のライブを最後に JDK バンドを脱退。恋文が2009年 b s イレブンのイメージソングに抜擢された。 それに伴い、2月に CD、イナーサーブを発売。2009年12月には、浅草ジャズコンテストのボーカル部門で、金賞受賞する。2013年、BS 富士、一滴の向こう側テーマ曲で、ボーカルとバイオリンを担当。同年、岩手県一の関市、骨寺村の特命大使に就任。2013年からは、東京バイオリンメンバー、リーダーも務める。 他にも、ボニーピンクや、普天間香織、加山雄三、影山宏信、三里秋、高梨康二などのレコーディングやライブサポートも多数。クラシックからポップス、ロックまで幅広いジャンルで活躍中。2013年5月より、YouTube チャンネルでの活動も積極的に行っており、YouTuber として、自らのチャンネルでは、バイオリン以外の楽器、チェロ、 ギターなどに挑戦している。また本格的なお菓子作りなども YouTube チャンネル内で行っている。中でも視聴者から相談や質問を募集している人生相談コーナーは2014年から続いており300回を超える。女性のバイオリニストが相談や悩みに回答する人生相談コーナーが話題を呼び、ラジオやテレビ番組でも取り上げられたことがある。 2018年ファーストアルバム僕の宝物リリース。自ら作詞作曲を手掛けたアルバム内の僕の宝物がワロップ放送局オリバー・エスミュージックのテーマ曲となる。番組終了後も引き続き同局内の番組水谷水希のミューズ・グムーンと血の心のミュージックプレートのテーマ曲となる。ありがとうございます。